連合軍は現状を打破するため策、さらに第三の部隊が手薄、直江兼継、奥に芝将らは戦場、妙、しかしま、はい、私たちも急いで進まなければ。師匠、これは指揮、探し物はここにある。これが一体何を招くものか、本当に理解しているのかな。無駄話はいい、俺たちの役目は奴らの排除、それだけだ。カジュ、お前な。始めるぞ。無駄な期待を抱かぬよう初めに言っておく。こちらにとってケイラは排除すべき火種でしか。そう、腕輪が欲しければ命がけで向かってくれ。芝将たちに囲まれちゃってるよ。急いで助けるとしようかね。敵は周到に準備を進めていたみたい。師匠殿の元へは簡単に行かせてくれなさい。指揮を操る見事な術、まさかあなたはかの有名な陰陽師阿部の生命子。おや、この私を知っているとは。いかに私が生命だ。まとめてポイント。直にお目にかかれるとは、なんたる漁港。にもかかわらず敵として戦わねばならぬとは。あっぱれなものの不要の。お前のことだから何か考えがあるんだろうが、ま、話す気はなさそうだな。さすがは長年の友、よく分かっている。敵さんにも男前がぎょうさん。今度はニコに聞いてみましょかいな。万事が闘争、天も読みせぬ。駆け引きの妙、見せてやろう。遅れずについてきてくださいよ。宿敵との闘争は優越、最高の美酒。嬉しいこと言ってくれるね。わしもおこととの戦楽しんだるよ。時は稼いだ、せいもうよかろう。ああ、助かったよ。我が術による結界は完成した。行くぜ。何、道が塞がれちまってる。さて、あなたたちの力試させてもらう。なんと鮮やかな術、さすがは生命光よ。と感心している場合ではないぞ。北と南、どちらの道から合流すべきかしら。北には大軍、一方は南の守りが薄そうだけど。おそらく伏兵がいるね。それじゃ敵が攻めてほしくない北の道へ行こうか。いざ宿敵の策に乗り逃走。号令の前に読まれちゃったよ。ならわしらは謙信の後を追い逃走じゃね。敵を蹂躙せん。さすが謙信、神速の攻めじゃねえ。これぞ早きこと風のごとく。行くぜ。遅れずについてくる。伏兵を見抜いたか。もはや伏せる意味もない。信玄を追撃しろ。
兵を追撃隊に変えるとは、臨機応変の策、実に見事。じゃが、わしは止められんよ。元気殿、ちょっと手を貸してくれるかね。手を。なるほど。では、失礼します。さて、後ろの敵はさておき、わしらは前の敵に集中するかね。やるな。ま、俺様ほどじゃねえがね。信玄殿と謙信殿は敵同士だったはず。でも、だからこそ分かり合えることも多いね。信玄、覚悟。残念ね。覚悟するのはあなたたちの方。何？敵の伏兵だぞ。式神では抑えきれぬか。ここは俺が加勢せねば。元気だの、かっこよすぎだの。見事に伏兵を成功させたね。静かなること林のごとく。うまくいったようです。動揺する敵を撃ちましょう。あっぱれなものの不要の。いやー、また敵さえ増えてもうて。そうけど、シュッとした男前よ。いやだな、お君さん、天下一の男前がほら、ここにいますぜ。この馬、正しく敵、その闘争に応えん。おお、剣心燃えてある。侵略すること火のごとく。じゃね、そう、我が滅多万事が転生、天も読みせん。おことの軍略参考になるよ。頑張るね。士気が随分減ってきたようだ。少し復活させておこうか。ちょいと痛い目に遭ってもらうよ。抜かずに済むと思ったんだがね。来ちまったのは仕方ない。はたるもの、あらゆる可能性を考慮する。ここは倒産。打ち取った。そう、真っ黒軍師もやるもんじゃねえ。さて、謙信のもとへ急ぐとしよう。こっちにも伏兵がいるじゃねえか。逃げた方がいいんじゃ。謙信、わしらが行くまで動いちゃダメだよ。動かざること山のごとしで耐えてね。凄まじい殺気ね。この人たちを倒さないと師匠殿の元へはいけない。何時が逃走、天も読みせん。スターやるみてえだな。まとめてポイント。戦った。逃げよう。さあ参れ。遠慮はいらんぞ。信じろよ。力
だら負けするなんて。今日はもう勘弁してやる。おことの軍略参考になるよ。という職君じゃ進んじゃおうかね。孫子の兵法は不安に飾る。悪くない。敵にもできる奴がいるものだ。出番ね。ガッティンディ。やっぱバンバン。信玄ども遅いですよ。危うくやられるところでした。その割にはまだまだ元気そうじゃねえ。はあ、相変わらずね、師匠殿。我はサノーマル。あんなに急ぐ必要もなかったかしら。えいっ、大変邪魔なのよ。剣心公、ご無事で何よりです。えいっ、邪魔なのよ。これよりは共に闘争楽しまぬ。もう十分だろ。耐えられる。開門する。ガッティンディ、いかにも面倒くさいことが待ってそうだな。腕輪のためだ。行くしかないよな。行くぜ。阿久美さんについてきて大正解。あの男からお宝の匂いがプンプンつれ。駆け引きの妙、見せてやろう。我はサノマ。アジュ、ちょっとは手加減してほしいものだぜ。でも、まずこの状況を楽しんでないかな。そうね。私も師匠殿の敵だったら、思う存分お仕置きができたのに。我の目が邪魔か。よかったぜ。さあ、腕輪はこの先だ。俺を倒さなければ手に入らないぞ。カジュ、お前って敵に回すと本当に厄介だよな。その調子、その調子。もうモーテルみたいに敵さん倒して。やっ、耐えられる。はっ、耐えられる。光栄だ。出会ったことを後悔すると。やるな、師匠。普段からそれぐらい頑張ればいいものを。待っていたよ。腕輪はここにある。お力さん、私から奪ってみるかい。生命光召喚熱具、全力を持って挑ませていただきます。そんな熱い眼差しで迫られては断れない。慎んでお相手させてもらうよ。憧れの陰陽師に相対するこの高揚感、どこかで感じたことがあるような、ないような。私の負けだ。腕輪は勝者に渡すとしよう。最後に一つ、信じるべきものを見誤らぬことだ。生命光、それは一体。消えちまった。まあ腕輪は手に入ったし、よしとするか。
おたけれ。敵さんもいい男班ばっかりで妙な戦いだったよな。少なくとも四条殿へのお仕置きが目的というわけではなさそうね。負けたからってあっさり腕輪を渡してくれちゃったもんね。まさかこの世界でかの有名な陰陽師。すぐに再開せん。さて腕輪も手に入れたことだし、雪村たちのところへ行こうか。上々なる。いい流れね。たちは技法その動きから龍然さんがいるらしい場所も分かりました。承知。よかった、やっと助けられるんだ。いいな、影の人。そんなの絶対嫌だし、私だって観察のために頑張りたい。旦那、いいんじゃないですか。ならばお主がその娘の面倒を見ろ。ありがとう、私絶対役に立つ。Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my-